クララルチアーニは、フランスのシンガーソングライター、歌手、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール・地域県ブーシュ・イコール・デュローヌ県、マルチーグ出身、フランスのサイケバンクロックバンドラファムのボーカル活動の後に、ソロ活動を開始し、シングル、ラグレネードのヒットで知られる。1992年7月10日、クララルチアーニは、マルチーグで生まれた。家族は、 コルシカ島のアジャクシ出身であった。その後、マルセイユ郊外のセプテムレバロンで育った。音楽家になる以前、彼女は美術史を研究し、ピザ屋や医療品店、ベビーシッターや英語の家庭教師のアルバイトを経験した。2010年、18歳の時に彼女はラファムのメンバーと会い、後に女性ボーカルの一人として2013年にリリースされたアルバム、 サイコトロピカルベルリンに参加した。その後、彼女はグループを去り、そしてマクシム・ソカリンスキーと音楽デュアホログラムを結成した。2015年から2016年にかけて、歌手、ラファエルのツアー、サーム・ナン・ビュレスに参加した。2016年12月、アバン・ツリー・オーズで彼女は、ラッパーのネクフのアルバム、サイボーグに参加した。2017年4月、 ベンジャミン・バイオレイにより最初の EP である、モンストラ・ダムールをリリース。この EP は、ベンジャミン・リボート・アンブロワーズ・ウィロームによって録音され、評論家から称賛された。2018年4月6日、最初のアルバム、サント・ビクトワールを出し、好評を博した。客演やアコースティックギター、またはエレクトリックギターを演奏する。彼女は、フランソワ・ーズアルディ、セルジュ・ゲンスブール、 ニコ、ミシェル・ルグラン、ポール・マッカートニーの影響を挙げている。2018年の夏の間、ソリデーズ、デイズ・オフ、フランコ・ホリデ、ラ・ロシェルなどのいくつかのフェスティバルに参加し、2018年秋から冬にかけて、フランスと近隣のフランス語圏の国でコンサートツアーを行った。ありがとうございます。